レディオ・レイリアは影の競争場である。主な勝ち倉は2016年モル2勝、2017年キングズ・スタンド・ステークスである。2015年のキーインランド9月セールに出場にて、ジョージ・ボルトンとピーター・ラ・イダルによって35万ドルで購入された。2016年にキーインランド競馬場の未勝利戦でデビューし、2着に7馬身半差をつけて勝利した。2戦目は、 アスコット競馬場で行われたクイーンベアリーステークスに出走し、2着に7場審査をつけて、重賞初制覇を果たした。レース後、安状のエルデットー力士は、2歳馬が、ロイヤルアスコットのスプリント戦で7場審査をつけて、勝利するというレースは、今までに見たことがないと述べた。3戦目は、ドービル競馬場のモルニ賞に出走し、2着に3、4差をつけて、 G1 発制覇となったが、続くチェバリーパークステークスはガチウマからニバシンの3着に、敗れた。レディオーレリアはこの年の活躍により、カルティエ賞最優秀2歳品馬に選ばれたが、欧州以外の調教馬が、カルティエ賞を受賞するのは、ブラックキャビア以来2頭目である。3歳初戦となったリステッドレースの、ジャイアンツコーズウェイステークスを勝利したレディオーレリアは、再び、 アスコット競馬場に遠征。キングズスタンドステークスに出走すると、前年の同レースの勝ち馬で5歳馬バのプロフィッタブルに3馬審査をつけて勝利した。次走は、ヨーク競馬場のナンソープステークスに出走。4歳馬マーシャとの競り合いになり、ゴール後は、安城のエルデッドオリー騎手が手を挙げて、勝利の喜びを表すも、写真判定の結果、花さの2着に敗れたことが判明した。 その後、ブリーダーズカップスプリントに出走するも、10着に、敗れた。4歳初戦は、前年同様ジャイアンツコーズウェイステークスに出走し、2着に、敗れた。その後、連覇をかけて、キングズスタンドステークスに出走したが見せ場なく7着に、終わり、このレースを最後に現役を引退した。ありがとうございます。